どうも、サリコーチャーのニザです。シナです。さあ、今回の動画のテーマはこちら。1日5分、絶対に点数が上がる英語長文学習法高2高3徹底解説というところで、英語長文読めない人必見、石田さんががっつり今日は解説してくれますんで、ぜひ英語長文のね、点数伸ばしたい方、ぜひ動画の最後までご視聴ください。それでは、最高。ということで、石田さんがしっかり準備をしてきてくれてるんですけど、はい、1日5分で成績上がるんですか？ちょっと難しいですね、言葉が。1日5分で真似できるメソッドも含まれてます。で、今回予習、授業、復習に分けて持ってきたんですけど、特に復習のところがみんな一番気になってるし大事だと思うので、ぜひ最後までね、見ていってください。うん、予習から早速いっちゃいます。はい、予習ってめっちゃ時間をかけるところではない。今私、塾の授業の時にやってた予習法。で話していきます。これはちなみに学校の授業の英語の予習にも使えるんですか？もちろん使える。長文の予習ですね、うん、長文読んで問題が載ってると思うので、問題を解くところを最初は中心にやっていってください。例えば段落ごとに文章を読んでいって、問題解く、読んで解くみたいな感じで、こう分かるところだけちゃんと解けば大丈夫です。めちゃめちゃ30分40分も調べるとかはしなくて大丈夫。ちょっとしたコツとしては、ちゃんと解説を書く隙間を空けて解いていく、うん、みたいな感じですね。で、私はここで大事な単語もいくつか調べてました。重要な単語の見分け方って難しいんですけど、例えばなんかめっちゃ長い副詞とかなんとかりみたいな文脈で大体分かれば大丈夫だと思います。逆にめっちゃ大事な動詞とかが分かんないと文の意味分かんないじゃないですか。そこは調べてあげたらいいかなと思います。あんまりここで調べ癖がついちゃうと初見の問題解けなくなっちゃう。そうね。ある程度推測も頑張ってください。私はここでコピーを取ってました、一部。これは復習の時に使います。伏線ですね。基本的にもう出された英語の長文に対して、うん、もう下線とかも引きながら解くけど、はい、そことは別で白紙を用意しておくってことか。そうです、そうです。真っ赤なものも用意しておく、はいはい、なるほどね。じゃあ次、授業のパートに行きます。ここはもう真面目に聞くだけですね。ただそのさっき解いたノートの隙間になるべく解説をたくさんメモしていく、うん、あとまあなるほどって思って聞くことが意外と大事ですね。なんか雑学とか聞いた時に、はい、そういうことなんだって思ったのずっと覚えてるじゃないですか。覚えて。そんなことない。私そのタイプなんですよ。ちょっと忘れちゃいますね。だから映画の授業の中でも、あ、関係代名詞がこうなってこうなってみたいな、ボーって聞いたものは覚えてないんですけど、うん、そんな語法あるのみたいな、うん、What が関係代名詞としても使えるのみたいなリアクションを自分の心で取ったやつは意外とずっと覚えてます。4年5年ぐらい経ってますからね、でも覚えてます。解説として一般的なことはノートにメモってほしいんですけど、うん、例えばここのフレーズがここの単語を修飾してますよみたいな、こう文章に直接解説されるものは文章に直接メモっちゃっていいと思います。で、最後一番大事な復習のパートです。復習ってね、はい、結構まあ校舎でも生徒から質問来るんですよね。英語長文、まあ予習と授業を受けました、どういう風に復習すればいいんですかってぜひ教えてください。はい、ここが1日5分って感じ。ここの最後が1日5分です、はい、さっき授業でメモ取ったじゃないですか、うん、それって結構解説がぐちゃぐちゃに書いてあると思うんですよ、うん、赤で丸つけたりバツつけたりしてその隙間とかに書いてると思うんで、私はそれをノートにまとめ直してました。え、また授業で取ったやつとは別にまとめてと、はい、マジで5分10分で書き写すだけでいいんですけど、うん、まあ、見やすくする、軽く分類をしてもいいしっていう感じで書いてました。なんかその授業でメモることって、うん、さっきの雑学とか、うん、なんか どういうことを具体的にメモってたんですか？一般的で後にも活かせることを私は辞書を作るイメージでやってました、うん、自分が思い出して弾けるように。例えばそれこそさっき言った関係代名詞だと What の4種類の使い方、うんうん、関係副詞、関係代名詞、それぞれにもう一個用法があってみたいな、うん、こう表にできるような全体的な話をノートに載ってました。まあ単語をメモることもあったり、うんうんうん、そこの関係代名詞についてメモることもあったり、あと構造を取るなんか難しい文章だったら、はいはいはい、あ、ここってまるっとこう構造を取ってこうかかるんだなとか、そこら辺もざっくばらんに取るっていう感じか。ただその文章の構造を全部書いていくと、それはその問題のノートになっちゃうんで、うん、それは文章の方に直接書いてました。で、そこの取ったのメモをまるまる同じものをもう一回作ると。作ってました。へえ。でまあこれをやってもやらなくてもいい、正直。はいはい。綺麗に書きたい人はやればいいよって感じ、うん、なるほどね。サリーコーチでは天童市校、静岡校、室蘭校、センター南校、町田校など全国いろんなところに校舎が増えています。全国どこに住んでいても東大生、総研生からの指導と校舎での自習、学習、徹底、管理を通じて皆様の大学合格を実現できる環境を整備していますので、ぜひ近くの校舎でお待ちしています。オンライン校も待ってますので、ぜひ詳細の概要欄より確認してみてください。ここから1日5分なんですけど、はい、絶対に読み返しをしてほしくて、その読み返しのために1個大事な準備があります。さっき書き込んでって言ったじゃないですか、解説を、うん、それを読みまくってください。1回分かるまで精読ってやつですね。
解説がいっぱい書いてあって単語の意味も書いてある文章を一回読み込む、もう完全に分かるまで。そうするとその文章はもう知ってる文章になるわけじゃないですか。で日本語で言ったら国語の教科書で何回も読んだ文章みたいな感じになるんで、スラスラ読めると。そしたらもう毎日5分その文章を白紙の方で読むだけでいいですってなると、白紙の方でももう読めるんですね、不思議と。一回完璧に理解してるから、速読をやりたい人とか、あと長文がなかなか読めるようにならない人とかをこの1日5分は絶対取り入れてほしいです。え、そこの最初の、はい、まあ、解説とかバーッと読むっていうのは日本語訳を読むって感じ？訳は読んでなかったですね。訳ではなくて、うん、この文章はこういうことが言いたいとかを取ったメモを読んでるって感じか。そう、なるほどね。授業で扱った重要なポイントをまずは押さえておく、はいはい、ここら辺ってこういう風に重要だよねとかを、でそれをもとに英語長文を何回も読むっていう感じか。そう、 SVOC とかちゃんと振ってあって、就職関係とかもカッコで囲ってあるやつ見たら、うん、結構読みやすいじゃないですか、うん、その補助輪付きで読めるようにして、で補助輪を外して走り出す、うん、はいはいはい。文章の全体の骨格、こういうこと言いたいんだよねって理解してる状態でもう一回読むと内容スラッと入ってくるよね。そうなんですよ。それをみんなに体験してほしいなと思います、うん。スタディコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディコーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、また勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちもシングルガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。なんかここでよく質問上がりそうだなって思うのが、そもそも読み方、目読でいいのか音読すべきなのか、何回その文章読めばいいのか、何周すればいいのか、このあたりってどうですか？まず1個目は、音源がないものは目読の方がいいと思ってます。音読じゃなくて、なんでかっていうと、合ってる発音で勉強しないと、うん、リスニングとか間違えて聞き取っちゃうじゃないですか。なるほどね。なんでお手本がある時しか私は音読学習は推奨してないです。確かに、うん、あ、やみくもに音読しろっていうわけじゃなくて、はい、確かにありますね。あの自分自身がこの発音やろなって勝手に思ってたけど、そうそうそう、違ったみたいな。あとアクセントが違うパターンとかもあるから、それがリスニングで聞こえてくると別単語になるんだよね。で内容が理解できないとかありましたね、はい、音源があるものは音源を聞いてから音読をしましょう。あ、それ腑に落ちた、はい、確かに。何回やるべきかってとこですね。私は一つの文章 2,3 回読めればいいかなって思ってます。つまり1日5分かける2日3日。そうですね、はいはい。ただ、教材がふんだんにある人はそれでって思ってます。逆にこの精読をし終わった白紙でもスラスラ読める文章ってすっごい貴重な勉強材料なんですよ、うん、例えば1週間に1回しか授業がないならその文章を1週間読み続けてもいいと思ってます。なるほどね。人によって言うこと違うと思うんですけど、はいはい、1日1個ずつ長文たくさん解いた方がいいって言ってる人もまあいるじゃないですか。あ、まあそこに対してちょっとどうなんだろうなっていうところはあるんですけど、今の話的にも新しい文章を1日1回コロコロ変えるとかじゃなくて、精読できて何回かちゃんと読んでっていうのを1セットで何回も繰り返した方がいいってことね。それで言うと今回は結構高2高3のまだ悩んでる方向けの動画なんですよ、うんうん、はいはい。あ、逆にそうか、そう、1月2月とかの直前期は私毎日新しい文章読んで。なるほどね。ある程度基礎戦闘力がついた状態だったら、うん、たくさん新しいの読む、はい、逆に読むべきっていう感じ、うん、ちょっとフェーズが違いますね。確かに、まあ、点数を上げたい人向けだから、多分英語が苦手な人に対してはまずはこの勉強法をしようって感じか。はい、そうです、はいはい。結構がっつり喋ってきたんじゃないでしょうか。私の持ってるノウハウ、やってきたことをそのままお伝えするっていう意味でこの動画撮ったので、本当にまんま真似してほしいですね。特にもう低学年で英語の学力上げたいっていう人たちに関して、まああと高校3年生のまあそれでも英語がなかなか伸びませんっていう相談も来るんですけど、一旦この石田さんの勉強法はね、真似してやってみてもらえたらいいかなと思います、はい、ということで今回の動画は1日5分絶対に点数が上がる英語長文勉強法というところで、特に1日5分は復習のところだね。そうですね、活かしてほしいっていうポイントだったと思うんで、今回予習、授業の受け方、復習って3つのパートで石田さんに解説してもらったんで、ぜひこれは学校の授業、塾の授業で活かしてもらえたらいいかなと思います。ありがとうございます。この動画いいと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。